もふ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 れん。どうも、JJ ブラザーズでーす。さて、本日は、明治安田 J1 リーグ第15節、はい、ガンバ大阪対川崎フロンターレの一戦の動画となっております。はい、本日はモフレムデーということで、はい、本日はモフレムが主役の一日でございます。ガンバ大阪は前節アウェー東京ヴェルディ戦0対0のスコアレスドローでしたけどね、まあ、なかなかチャンスがない試合でしたね。まあ、その動画はね、のりゆくんが、久しぶりに、観戦に行ったので、そちらの動画を見ていただければなと思ってます。今日は川崎戦ということで、昨年はねシーズンダブルホームで 2-0 で、アウェーはね忘れられない劇的勝利4対3の試合でしたんでね、そちらの動画も上がっているのでよかったら見てみてください。ということで、ね、最初にも言ったんですけど、今日はモフレムデーということで、ね、今日はパナスタがモフレムに溢れているということなので、いろんなところでねモフレムを感じていきたいなと思ってます。はい、去年のモフレムデーはね、まあ、なんとねちょっとね思い出したくもない試合だったんですけどね、今日はね、勝って、モフレムをね中心にガンバクラップをして帰りたいなと思ってます。ということで、今日は雨ですけれども、この雨をどっかやるぐらい頑張って応援していきたいと思ってます。はい、よかったらねチャンネル登録と、今のうちに高評価をお願いいたします。モフレム J ブラザーズ。はい、ガチャガチャです。今日はモフレムの回転クリップとアクリルキーホルダーは新商品です。こっち20種類なんでね、狙いの7番宇佐美貴選手を引けるのか、いつもより少ないから引きたい。でこれモフレム回転のやつ、どれも可愛いな。まあ、狙うはこの台車に乗ってるモフレム。さあ当たるのか。はいはいはい、まずはこの回転クリップからいきます。さあ、はい、お願いしますお願いします。台車のモフレム来い。うおー、万歳モフレム、万歳モフレムでした。これか。はい、続きましてアクリルキーホルダー。さあ来い、さあ来い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 。トゥトゥで福岡翔太、今日も頼むよ、無失点で行こうよ。はい、本日は岸和田競輪ブースが出展されてます。去年1回やったこの 100m タイムトライアル、今現在は5秒43が1番みたいです。さて何秒だ出るのか。準備ですか。じゃあはい、行きます。よーい、スタート。はい、行け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 。ガツガツ攻めるタイプ。そうですね、もうポジションとか関係なく全部ボール持って運んでいってシュートみたいな結構ありました。はい、はい、ちょっとねそういった吉田さんもねいつか見てみたいですよね。また今日の試合でこの今年の突破できるのがガンバが見せばいいなって、ガンバが勝つというのを皆さん来ている。JJ ブラザーズはガンバ大阪を応援しています。今日は入場でモフィーチェがもらえるそうです。モフレムの香りらしいんで、彼はどんな匂いなのか。もらいました、めっちゃいい匂いする、なんか柔軟剤のいい匂いって感じです。今日はネックストラップもゲットです。
モフィーチェ、ジューシーなフルーツとふんわりとした綿飴の甘さで青い炎とモフモフを表現した楽しくハッピーな気持ちにさせてくれる香りということで、ちょっと甘い匂いがしました。でもめっちゃいい匂い。モフレムショップに来ました。はい、めっちゃ可愛いです。ここバックスタンドにあるので皆さん来てね。モフ本日のスタグルです。今日は道頓堀ククルで神田選手コラボメニュー、柚子香る旨辛カツオタコ焼き。あともう一個あって、モフレムデー限定ポップコーンブルーベリー味ということで、反対を押し切って作ったポップコーンのようです。はい、これもいただきます。Oh!
はい、ハーフタイムです、1対1の同点で折り返すという形になっています。まあ、後半勝ち越してモフレームで勝って帰りましょう。それより家長、家長、はい、後半も戦います。早く帰ってきました。勝ちましょう。
HIJJ ブラザーズ。はい、ということで、ガンバ大阪対川崎フロンターレの一戦は、3対1勝ちましょう。はい、最高。待っていたのは最高の週末でした。はい、ね、試合直後のね感想は、まだね撮ったのでそちらの方を見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、ね、ガンバ大阪はね、暫定4位ということで、はぁ4位ですって。いや、どうしましょう、ね、もっと上までね行ってもらいましょうということで、ね、このガンバがあるからこそね毎日、新卒で1年目でね仕事を頑張れてると言っても過言ではないのでね、ガンバがあるからこそ頑張れてます。はい、ね、次はね、アウェー FC 東京、ちょっとね苦手の対 FC 東京戦アジスタ、この前もねアジスタ行ってね勝てなかったので、次こそはアジスタリベンジということで勝てるようにして、その次もねアウェー湘南ということでね、関東アウェーが続きますけれども、ね、勝ち点を積んで帰ってきてもらいたいです。はい、でホームは1ヶ月後の天皇杯と、柏戦か BL 戦はなんで、はい、そちらはホーム、天皇杯はね多分のりゆくん行くかな、ちょっと分かんないですけど、リーグ戦は僕行くのでまたスタジアムでお会いできたらなと思っております。まあね、頑張ったんで皆さんこの動画を見た方はねチャンネル登録と高評価とよろしくお願いいたします。ということで勝ち点3を持って家に帰ります。バイバーイ。